確信犯でしょ。これは普通に声出ました。あの助監督の子だけじゃないっていうのが分かるんですよね、はい、おーびっくりする。マジでこんにちは、Fスターの丸山です。今回ですね、今ネットでちょっと話題になってる、ドラマテレビ番組初恋ハラスメント、私の恋がこんな地獄なわけないっていうね、番組ですね、はい、これがね面白かったんですよ。これねポスターもねホームページもね、なんかこんなキラキラしててね、よくある、少女漫画の、ドラマかみたいな内容かと思いきやめちゃくちゃ怖い、作品でございました。どういうことって感じで僕もね昨日 TVer で見てきて、確かに怖かったなという感じでございますね、はい。で今回ネタバレね全開でいきますんで、まだ見てないって人はね TVer でねまだ配信されてるんで、それ見てからねぜひ、このレビュー見てもらえたらありがたいなと思ってます、はい、という感じですね。それじゃあやっていきましょう。来ましたね、またこういう作品出たなっていう感じで、めちゃめちゃ待ってましたね。これね中京テレビでね放送された番組だそうでね、まあ言っちゃえばねあのテレ東の大森さん、大森時代さんですね、このテープ持ってないですかとか、マッソとやったフェイクバラエティ番組だったりとか、あのユースケサンタマリアがね主演でやったニュースピックスみたいなね、ビジネス番組の体を取った洗脳番組みたいなね感じになってて、これまたね、番組の最後にいつもついてたねドラッキーな映像っていうのがねめちゃめちゃトリップというかかっこいいんですよね、はい、もう去年はね、テレ東の50周年だったかな、それのイベントでね横浜のね赤レンガのところでイベントやってまして、それでね、大森さんの番組と連携して一個プログラムが組まれたっていうのもあったりして、まあ、最近のフェイクもののホラーっていうところで言うと大森さんがやっぱり主軸になってるなと思うし、あと去年ねあのツイッターの方でも、かなり話題になってました、あの背筋さんの近畿地方のある場所についてっていうね、これもウェブで、連載されていた小説、これもフェイクドキュメンタリーの手法というか、いろんな人の視点でいろんな時系列で語られていく、まあ、ホラーの一個の小説になってたんですけど、これもめちゃめちゃ面白かったってところで、やっぱ最近ねフェイクドキュメントっていうか、もうそれに限らずフェイクもののホラーっていうものがかなり間口が広がっていろんな見せ方ができるっていうのが分かってきて、一個のムーブメントとして、新しくできてきたものがあるんですけど、その中で今回はドラマだというところですね。かなり、また新しいね、新しいこのジャンルの横断みたいなところがあって面白かったですね。でこの番組はですね、まずドラマの番宣の特番があってその後にドラマがあるっていう二部構成になってましたね。これも面白いところでしたね。今までのフェイクもののホラーだと基本的には一個の番組のスタイルで、通していくものが、主流だったと思うんですよね。まあその田舎に泊まりに行くバラエティみたいなやつも本編は丸々バラエティの体でやってましたよね。でその後に別の動画で事件の真相みたいなのが見えてくるっていう構成になってました。ただ今回は一本でそれをやるっていうね感じでしたね。いやね、シンプルに怖かったっすね。はい、ビビリの僕からするとマジで怖かった。普通に声出ました、はい、びっくりして夜中に見てたんですけどびっくりしましたね、はい。あと、ホームページですね、今回初恋ハラスメントのホームページがあるんですけど、勇気ある人は見てみてください。結構びっくりしました僕は。これも面白いギミックが盛り込まれてるんでちょっと見てみてほしいなと思います。はい、おすすめですね。あともう普通にキャストで貝柱さん出てるんですよね。映画系 YouTuber もうトップ中のトップの、貝柱さんが普通に出てます。はい、もう確信犯でしょこれは。貝柱さん出てきたらもうそういうやつじゃんって思いますよね。あの人ホラーばっかり紹介してますからね、っていう感じでもうなんかいろんな目配せがあって、まず面白いなというところですね。で、ここからね中身について話していこうと思うんですけど、まずもう最初のね、特番の段階で、もう全部あそこに入ってたなって感じですよね。なんか怖いっていう情報を見てから、主張したんでね、ここでいろいろ伏線というかヒントが散りばめられてそうだなと思って見ちゃったっていうのもあると思うんですけど、 AD の子ね、
助監督の子が、インタビューされてる後ろでね蹴られてるとか、主演女優の人にもね蹴られてたりするっていうね、これ完全にハラスメントじゃんみたいなね、どう見てもあやりすぎだなみたいな感じがあったし、主演の二人がねインタビューされてるところがあるんですけど、そこもね春田先輩役の人ですね、あの人がめちゃめちゃ不穏な顔しててめっちゃなんか腹に抱えてないみたいな感じをね見せながらインタビューに答えてるってところがね、もう完全にね匂わせてあったなというところでしたね。だそっから普通にドラマ始まったんでびっくりしたんですよね。えっていうね、このままね特番の体で一本やっていくのかなと思ったんですけど、普通にドラマ始まったんでかなりびっくりしたなというところで、さらに序盤でねヒントというか伏線と謎っていうものをねかなり忍ばせて始まったんで、このドラマ本編にどう入れ込んでくるんだろうみたいな興味ですね、そこの好奇心をめちゃめちゃ煽る冒頭になってて、これは単純にうまかったなと思いました。序盤はね、よくある、ラブコメドラマっていうか漫画みたいな展開でしたよね。ただちょいちょいノイズが入る、かなり不穏だなっていうところが伺いましたね。で、まあ徐々に話が進んでくるとガンガン出てくる AD の子、助監督の子がねめちゃくちゃ出てくるんですよねどんどん大胆になっていきますよね。あの AD の子が持ってたね、あの悪の花みたいなお守りも出てきたりとかねはい、ありましたね。どんどん不穏な雰囲気になっていって、もう中盤ぐらいからねがっつり出てくるっていうね、あの完全にジャンプスケアしてるシーンがあって、すげえ声出ちゃいました、あそこでびっくりした。はい、いや怖かった普通に。そのねがっつり出てくるところっていうのも意外に計算されてたんだと思ってて、計算というか、しっかりと出る場所を限定されてたなと思ってて、その春田先輩がワンショットで出てるシーンではそこまで主張してこないですよね。モニターにちょっと映ってるぐらいなんですけど、主人公のあの女の子ですよね、あの子が出てくるところは完全にね本人にね干渉してこようとするんですよね。こう肩にこう手を乗せようとしたりとかっていう感じで、やっぱね恨みの対象がどっちなのかってのがちゃんと分かるように、なってたなと思いましたね。で後半の方に入ってくるともうがっつりもうまんま出てるっていうねもう出てる、もう忍ばせる気がない、あの呪音よりちゃんと出てくるって感じでしたね。あそこはまあ B 級というかね、まあ、予算面の問題が大きいと思うんですけどね、はい、なんでもうがっつり見せていくというスタイルになっていくという感じでしたね。あとその CM 明けから徐々に段階的に出てくる量が増えていって、で CM 行く前の最後のカットにがっつり映っているっていう感じでね、こう CM またぎのこの何だろう、テレビの構成ですよね、 CM をまたがせるっていうね、それもしっかり組み込まれてたなと思いました。はい、うまいです。で終盤の方になってくるとね、被害者があの助監督の子だけじゃないっていうのが分かるんですよね。めちゃめちゃゾッとしたよね、ここね。監督の被害者が複数人いるっていうのが分かると。結構10人ぐらいいたかな、そんぐらいいたと思うんですけど、しかもね、直属の部下の助監督だけじゃないんですよね。これがやばいところ。あの監督のやばいところなんですけど、ウエストバックですね。ここを持ってる人は大体ね、AD さんっていう相場があるんで、AD さん、助監督ですね。それが何人かいたのと、あとその後にね、脚立を持ってる人がいましたね。その人は大道具さんですね。で、大きいショルダーバッグみたいな持ってる人はメイクさんですね。で、その後に出てきたのが、フリフリしたね、服を着た女の人が出てたんですけど、それも、なんでしょう、まあ、地下アイドルみたいな、ところかな。だから、出演者に対してまでも、何かしらをやってたっていうのが、見えるっていうね。この、マジでね、見境なさすぎてね、やばいっすね。そう考えるとね、パワハラだけじゃないですよね、多分あの人がやってたのは。セクハラ、パワハラ、あと枕もやってたんじゃないかぐらいのね、感じを受け取れるっていうね、権力に、溺れた、超やばい人間だってのが分かるっていうね、ところでした。かなり怖いですね。で最後ね、お前も同罪だみたいなこと言って終わるんですよね、はい、おーびっくりするマジで、びっくりした。ちょっと今本当に、バッテリー1時間ってなってたんで、今めちゃめちゃ余裕構えて照明焚いてたんですけど、照明落ちましたね。びっくりした。あのなんならこれテイク2なんですけど、さっき撮った時もなんかレックがちょいちょい止まるし、取り込んでみたら音声ノイズずっと乗ってて使い物にならなかったんで、これテイク2なんですけど、そういうことじゃないっすよねちょっと結構ビビってるけど大丈夫かな。まあちょっと続けますね。なんだっけ、何の話してたっけ
だそう、お前も同罪だっつって終わるんですよ。他人事に見えないですよね。特に AD さんがやられてるっていうのがめちゃめちゃ他人事に見えないっていうか、僕も蹴られたりとかはなかったけど、きついこと言われることはまあありますよね。やっぱりその業界の人がその業界のことを描いてる、まあ、多少誇張してるところはあると思うけど、そういうね警鐘を鳴らしてるような、番組だなという印象でございましたね。で最近もね、そのシオンがもう映画撮れる状態じゃないしね、世間的に。あと全員死刑とか、孤高の遠吠えとかの小林勇気監督もビンタしてるシーンがね、ドキュメントの方で映ってたりして、それでね炎上、かなり炎上したこともあって、で僕自身の聞いた話でもやっぱ身近であるんですよね。ちょっと前の話っていう感じで AD さんがカメラマンに蹴られるとか、そういう話はね聞くことありますね、やっぱり。はい、なんでやっぱり映像業界ってそういう体質がもうめちゃめちゃはびこってたんですよね、昔は。今はもうさすがにもうちょい良くなってますけど、もうちょっと気を引き締めていくべきじゃない?映像業界っていうメッセージかなっていう、内々に対してのメッセージみたいなところが大きいのかなっていう気もしました。まあそこに限定しなくても、そもそも現代はね、ハラスメントというものにかなり厳しい現代ですから、みんな生きやすく生きようっていうね現代ですからね。はい、でそんな感じですね。ちょっと照明落ちたり、ちょっといろいろトラブルがありまして、結構平常心じゃないんですけど、大丈夫かなこれ、カメラ周りの機材全部トラブルっていうちょっと怖いですね。本当にビビリなんで、こういうやらせとか本当にないんでね、たまたま偶然が全部重なっただけかもしれないですけど、早めに切り上げようと思います。よければ高評価、チャンネル登録、コメントの方もお待ちしております。で概要欄の方にもねいろいろ貼ってありますんで、よければ見てみてほしいなと思います。それじゃあまた。